開幕宣言を行います。日本の女子スポーツの新しいページが本日開きます。ウーマンエンパワーメントという名前で日本のジェンダー平等を前に進める覚悟のリーグです。世界一の女子サッカーと世界一の女性コミュニティの実現に向けて、そして多様な生き方と夢が生まれる社会を目指して、みんなが主人公になるためにウィリーグがステージとなります。2021年9月12日ウィリーグの開幕を宣言します。ウィリーグチェア岡島喜久子。以上、岡島喜久子チェアによる開幕宣言でした。ありがとうございます。